難しいっすよね、ラジオって。でもね、もうこうやって今ね、岡本さんと僕こう喋らせてもらってるわけなんですけど、初めてだもんね、こうやってがっつりとこう番組とかそういうところでこう話させてもらうので、僕初めてなんで、岡本さんと。うんうん、印象どうだった？嫌いって言われるとなんかいや今だんだん苦手がなくなってきたんだけど。そうですね。そう。これなんでかっていうと多分ね、後輩が増えたからだと思う。頼りにしてます。ね、いやそんなことない。先輩におんぶに抱っこだったのが後輩が増えてきて、はい、頑張んないといけないんだってなってからラジオがようやく頑張んないといけないゾーンに入ってる。そっか、そういうことなんですね。そのおかげでちょっとだけ喋れるようになったんだろうなとは思う。はい、あ、なるほど。楽しさはあります？嫌い、いや、大輝くんによる。うわー、どうしよう。楽しくなるかもしんないよね、だから。はい。なんかね、大輝くんはね、なんか癒しオーラ出てるから楽しくなるかも。頑張ります。癒しを。めっちゃプレッシャーになっちゃってるよね。癒しを提供できるように僕は。俺さんね、癒して大輝くん俺を。爆豪をやるとね、負のオーラが多すぎてね。心がね。そっか、そうですよね。僕爆豪くんに殺すぞとかすごい言われてるんですけど。そう、本当、本心じゃないから。本心じゃないからあれ。